神戸市東灘区阪神扇駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、元気な子犬を落ち着かせる育て方についてお話をさせていただこうかなと思います。まあ、元気いっぱい、まあ子犬なんでね、元気いっぱいなもんです。で、それをね、やっぱり飼い主さんの方はね、ちょっと落ち着きなさいみたいな形で、こうね、落ち着かせたいんですけども、これをね、簡単にというか、まあ、まあ、皆さんがよくやってるやり方っていうのが、まあ、大体落ち着かないんですよ。落ち着いた風になるんですよね。ではなくて、もう根本的に、子犬っていうのはこういう生き物だから、こういう風にやっていこうねっていうところで、元気な子犬だからこそ、ここをね、個性を引き伸ばしながら落ち着かせる方法っていうのがあるので、それを今回お話しさせていただきます。1歳未満の子犬でね、もうめちゃくちゃ元気で大変なんですっていう方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。インスタグラムに関しては、ここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。というわけでね、元気な子犬を落ち着かせる育て方っていうことで、まあ、ね、これ結論から言うと、エネルギーの発散なんです。エネルギーの発散。なぜかというと、やっぱりね、子犬っていうのはもうね、遊び盛りですよ。もう一生のうちで一番元気ですから。極端な話を言うとね、一番元気です。はい。で、これなんでね、じゃあこれが昔からというか最近ね、の子犬はこうなのかっていうとそうじゃないんですよ、実は。で、なんか人間でもね、最近の若いものはっていうけども、結局これって大昔から言われてたっていうよく話あるじゃないですか。ね、エジプトかなんかのピラミッドの中に書かれたみたいですよね。ね、最近の若い子は、みたいなね。で、これは実はワンちゃんも同じで、ワンちゃんも、昔から、やっぱ元気なんですよ、子犬っていうのは。で、昔の人はこう言いました。疲れた犬はいい犬だって言いました。はい。そういうことなんです。昔の人もね、元気いっぱいで困ってたんですよ。子犬育てるのに。で、どうしたかっていうと、疲れさせたんです。エネルギーの発散をしたんです。じゃあいい子だねって言われてたんですよ。これ、今も一緒です。そう。なんかそんなに難しく考えなくていいんですよ。やるべきことはただ一つ。エネルギーの発散をしましょうっていうことです。はい。逆にですよ、やっちゃダメなこともあります。やっちゃダメ。はい。これやると本当にね、大変なことになりますよということを宿題でお話しさせていただこうと思います。じゃあ宿題なんですけれども、やっちゃダメ。何かというと、元気がない、元気がない、元気がある。元気めっちゃある、めっちゃある、どうせ、待てってするんです。待ちなさい待てよお座り待てよとかするんですけども、これね、一瞬止まるんですよ、実は。低反応って言って、音が鳴ったら、あってね、注目するんで、うわ、じゃあ私の、あって止まるんですよ。だから飼い主さんは、あ、止まった落ち着いたって思うんです。ところが、これただの反応なので、止まっただけです。僕らも喋っとって、これね、ガシャーンって言って僕止まります。えみたいな感じ。なんかあったみたいな。これと一緒です。はい。じゃあこれを落ち着いてるかって言われると、別に落ち着いてないでしょ。反応だから。落ち着いた子に座れないですよね。反応させたいわけじゃないです。反応させるんだったら大正解。絶対です。ただその反応させるっていうのも、反応っていうのはこう刺激なんで、ご褒美になる可能性があるんですよ。だから余計わっちゃかするようになるかもしれないんです。中途半端なこの待てよっていうのは、ほんまにやめとった方がいい。意味がある待てだったらいいんですけども、大体筋が通ってないんで。なので、待ちなさい、じっとしなさいよって、こう、じっとするんですよ、その時はね。ただそれ反応してるだけなんで。で、多分なんか、待った時、またやってますから、待てよって、これ何回もやってますから、これをね。はい、これ客観的に見たらすっごいよくわかるんで。それで一瞬止まって、で、止まった、それがいいのならいいです。落ち着いた穏やかな子に育てないのであれば、それはうまくいかないんですよ。エネルギーの発散っていうのが大事なんです。はい。だからどういった子に育てたいのかっていうのをね、しっかりと意識しながら、今の選択っていうのをやってみてください。まあ、こんな感じでね、ちょっとやってみようと思います。今日からね、エネルギー発散徹底的にやってみようと思いますって方は、いいねとかコメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。今回はですね、こんな感じでお話しさせていただいたんですけども、こういった内容ね、しつけ方教室でもお話しさせていただいております。うちではですね、そのしつけ方教室前のね、入学説明会っていうのがありますので、
そちらの方ではそういったねワンちゃんとのコミュニケーション取り方だったりだとか遊び方エネルギーの発散の方法をお話しさせていただいております。その前ね、入浴説明会もねぜひ、チェックしてみてください。そしたら概要欄ねリンク貼っておりますのでそちらまた見てみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。